南谷誠林、南谷誠鈴は、日本の女性登山家、冒険家。7大陸最高峰日本人最年少、登頂記録保持者。神奈川県川崎市出身。東京学芸、大学附属国際中等教育学校卒業。早稲田大学政治経済学部を経て、コロンビア大学へ転入し、在学中。神奈川県で生まれたが、父が貿易関係の仕事をしていたこともあり、1歳半でマレーシアに渡り、その後、大連、上海、香港とアジア各地を転々とした。幼い頃から、バイオリン、ピアノ、ギター、マリンバ、ドラムを習い、部活もバレエ、陸上、乗馬を同時にやっていた。香港に住んでいた13歳の時に学校行事で初めて山に登る機会があり、そこから山に本格的に興味を持ち、エベレストを目指すようになった。17歳の時に両親が離婚。香港の高校を日本より半年早く卒業しニューヨークのコロンビア大学に進学する予定だったが、家庭の事情などで高校3年の春に日本の高校に編入。エベレストに登りたいと父に言ったところ、いいんじゃない。でも資金面でのサポートはしない。自分でやりなさいと言われ、20歳までに登れば、日本人最年少記録を更新できることを PR すれば、資金を集められるのではないかと考え毎日のように、企業やマスコミにメールを送り、スポンサーを探した。すぐに話を聞いてくれたのが、フランスのアウトドア用品メーカーミレで、ぜひ応援したいと登山グッズの提供を受けた。その後東京新聞と読売新聞が取材してくれることになり、特に東京新聞では2014年12月16日の夕刊一面でエベレストへ女子高生挑む国内最年少目標と大きく取り上げられ、記事を読んだ高齢女性から登山が好きだったが私は年で登れない。自分の夢を託したいと100万円の寄付を受けた。それから次第にスポンサーがつき、早稲田大学 OB である柳井正が代表取締役を務めるユニクロからスポンサードを受けるようになった。トレーニングのため通ったジムでは格闘家のニコラス・ペタスの指導を受けていた。2015年1月に南米最高峰アコンカグアを皮切りに各大陸最高峰を次々と登頂。2015年3月には、長野、八ヶ岳連峰の阿弥陀岳を下山中に250メートルの滑落事故に遭い、奇跡的に無傷で済んだが、その日は標高2000メートル付近で雪に穴を掘って一晩、過ごし翌日にヘリで救助された。2015年4月、早稲田大学政治経済学部入学。2015年10月にマナスルの登頂に成功し、日本人最年少の8000メートル本登頂と女性世界最年少の同山登頂を達成。2016年1月には南極点に到達。2016年5月23日にエベレストに登頂し日本人最年少記録を更新。2016年7月4日に北米最高峰デナリの登頂に成功し、7大陸最高峰制覇を達成した。一番辛かったのが、最後のデナリへの登頂の時で、山頂にアタックする日、晴天の予報だったにもかかわらず突然風速60メートルの大嵐に見舞われ9日間テントで必死で耐え、SNS に最後の言葉も投稿し死も覚悟したという。2017年4月13日に北極点に到達し、探検家グランドスラムを世界最年少の20歳112日で達成した。2019年、ミス日本特別賞に選出された。同年9月、ヘアドネーションのため伸ばしていた髪の毛を切り寄付した。ありがとうございます。